にちは、大崎真也です。今日はですね、千人記念で弟の家に突撃していきたいと思います。行ってみましょう。はい、あ、大崎選手、千人おめでとうございます。ちょっと開けていただいてよろしいでしょうか。どうしたんですか。いや、純也イーツっていう企画で、あー、ちょっと勝手に来ました。あ、じゃあちょっと待っててください。来ました。あ、大崎選手こんにちは。こんにちは。あの、千人記念ということで、はいはい、勝手に家に凸してみようということで、いろいろ お祝いですか。そう、お祝いです。いろいろちょっと買ってきたんで、あ、はい、これとりあえずどうぞ。あとで上でちょっと説明しますんで、いいですか、入って。あ、物だけもらおう。ちょっと入っていいですか。あ、どうぞ。あ、じゃあちょっとお邪魔します。あ、大崎選手、千人おめでとうございます。オフだったのよ今日。千人、あの、純也イーツっていう企画をちょっと勝手に、 ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、一応いろいろいっぱい買ってきたんで、はいはいはい、はい、ぜひちょっと開けてみていただければなと、はい、思います。よくだったのよ僕。いいじゃない。よくだったのよ、ちょうどちょうどオフで、ちょうどご飯どうするって言ってたとこなんだよ。あ、じゃあちょうどよかったじゃん。肌感棒がいる。あ、美味しそうじゃないの。はい、じゅんさん、こんにちは。はい、こんにちは。なんやらすごくたくさん買ってくれたみたいで、はい、源のマス寿司、まあ、富山の名産ですよ。はい、マス寿司、はいはい、と、あと、しゃぶしゃぶ温野菜、上井野店さんから、ここのゾーンですね。そう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 、はい、と、八番ラーメン、はい、安養寺店、はい、これですね、安養寺店さんね、はいはいはい、すべてカターレ富山のスポンサーさんのところで買ってきました。センスがよろしくて、はい、なるほど、千人企画ですよね。千人企画です、はい、あとは自由に食べてください。なるほど、ありがとうございます。今日ちょうどオフだったんで、ご飯どうしようっていう話をちょうどしてたんですよね。ありがとうございます。はい、助かりました。あ、そういえば告知だけしてもらっていいですか。あのツイッターで書いた、何、あのサイン色紙の、うん、ちょっとこんな感じで皆さんにお届けします的なやつを、うん、ちょっと見本で書いてよ。え、もう貼るとこから。じゃあ貼るところ、貼るところから、こうやってサイン色紙を書いて、はい、なるほど。Twitter の応募企画で、引用リツイートですね。そうですね、まず、うん、僕と大崎純也をフォロー、はいはい、そして YouTube のチャンネル登録をしていただく、はい、で、最後に引用リツイートをして僕に DM をくれるっていう、はい、送るっていう、はいはいはい、すごいちょっと難易度が今回上がりました。なるほど。 DM をね、送るっていうのは結構難易度があるらしいんですけど、あと引用リツイートもちょっと難易度高いんじゃない。いや、引用リツイートなんか絵文字つけてピュンでも全然いいと思うんで、あ、まあでもしてくれた方に、サイン入り色紙と プレミアムサイン色紙、そうですね、送ろうっていう、はい、風な企画をしたと思うんですけど、はい、そのまあ、サンプル、そう、サンプル、はい、をちょっと今からね見したいと思うんで、はい、ちょっと見ててください。まずこのシール、あの、作ったんで、これを色紙に貼ります。はい、貼りました。誰宛てにしましょうか。じゃあ練習なんで、はい、あ、安田、カリスマ美容師の安田、あ、そうですね、安田くん今日いないんですけど、安田くんに書いてあげてください。はいはい、いきますよ、今から書いていきます。はい、セーフ、かけました。
はい、でここに日にちを書いて書きたいと思います。はい、はい、こんな感じで、はい、ぜひ皆さん応募ください。はい、いつまでにする？5月いっぱい。5月いっぱい結構だね5月中旬でいいじゃないですか。じゃあ5月15締め切りで、はい、15締め切りでいきます。はい、よろしくお願いします。はい、さよなら、帰ります。僕はーい、はーい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。またね。安田くん上にしとこうか。皆さんのおかげで、さあ当初の目標だった1000人、無事行くことができました。本当にありがとうございます。これからもね、富山の魅力であったりとか、まあ、語る富山のことであったりとか、まあ、僕自身のことをねアップできるように、していきたいと思います。少しでもね皆さんと距離が近づけるように、そしてね身近に感じてもらえるようにやっていけたらいいなと思ってます。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。